皆さんこんにちは、江戸はるみです。今日はですね、大人なんてっていうテーマについてちょっとお話をしたいと思うんです。もしよかったらチャンネル登録してください。今日はですね、大人を批判する話っていうよりもその逆なんですね。実は皆さん、学生の方、あるいはこれから本当に社会に出ようとしている方たちに向けて今日はお話をしたいと思うんですけども、正直言って今まで大人っていうイメージって皆さん学校の先生と親御さんぐらいだったと思うんですよね。で、学校ではいろいろ規則とかテストとかいろいろ言われてもううるさいなとか、あるいは親御さんもですね、もうガミガミうるさいな、もう大人なんてもう何なの、大人汚いとか、やってることと言ってること違うじゃんとか、そういうなんか批判の対象だったかもしれないなって思うんです。でもね、皆さん大人って言ってもその人たちだけじゃないんですよね。社会に出ると実はたくさんのいろんな大人の人がいます。もちろんですね、うるさくて言うことだけ言って全然できてないじゃないかって大人の人もいれば、すごく素敵な大人の人もいるんですよね。そんなこと頭で分かってるよって思うかもしれないんですけども、本当にそうなんです。私、今年ね55歳になるんですけども、その年になってもまだまだ素敵な人こんなにいるんだって本当に毎日びっくりするぐらい、あるいは先生って呼びたくなる人たちに出会うんです。だから人生捨てたもんじゃないぞっていうことをね、ちょっと今日は伝えたいなって思ってます。まずじゃあ大人の人たち、どうやったら出会ったらいいかっていうと、今たくさんいろんな種類があります、手段がね。例えば今 YouTube もありますし、あるいはもう検索してその人に、例えばオンラインサロンやってたらそこに申し込むこともできたりとか、あるいはその人の本をたくさん読むっていう出会い方もあるわけです。ですからですね、この人の話をもっと聞きたいなと思ったら、まずですね、例えば会いたいと思った時に、いや無理だよっていうんじゃなくて、ちょっと例えば手紙を書いてみて、ぜひお会いしたいんですとか、何か一歩踏み込んでみるとか、あるいはそのことがちょっと、いやそんなことって思うんでしたら、例えばその人が出てる例えば映像とか映画とかたくさん見たりですね、その人の考え方あるいは生き方を会わなくても学ぶことってたくさん今ツールとしてありますのでできますから、だからもう大人なんてっていうふうに決めつけずにですね、どんどんその飛び込んでいってほしいですし、あと大人の人たちもですね、若い人と実はいっぱい話をしたいなって思ってるんです。だから世代で毛嫌いをしたりお互い決めつけ合ったりするんじゃなくてですね、大人なんてじゃなくてもう個人です、もう個々人です。だから個人として1対1の人間としてもう交流していく、出会っていく、どんどん話していくっていうふうに、こう前向きにお互い捉え合えたら素敵なんじゃないかなって思います。ぜひですね、いろいろチャレンジしてみてください。いかがでしょうか。じゃあ今日はこんな感じです。またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。